い、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。トリップチョボ先生ということで、先日行った台湾旅行のまとめをお話ししております。今日はね、第5回目となりまして、今日でね、ちょっと最終回にしたいなと思うんですけども、今日はね、台湾旅行、全体の まとめと、海外旅行についてね、ちょっとお話したいなと思うんですけども、初めてね、私台湾に行ったんですけども、これですね、もうぜひ皆さんにね、おすすめしたい旅行地の一つとしてね、あげたいと思います。食べ物は美味しいですし、中華民国、中国の歴史をね、しっかり学ぶことができますし、ね、私そこまでね、都会じゃないかなと思ってたんですけども、めちゃくちゃ都会ですし、街歩きもできますしね。で、そしてね、ドルジュぐらい行けばですね、屋台とかね、なんかこうアジアニックなね、アジアンテイストの雰囲気も味わえますし、で、古い街並みも残っておりますし、なんか市場というかね、そういったもう、なんか、昔ながらの商店街っていうのも残っておりますし、で、非常にね、もうなんかもう渋谷みたいな感じの、なんかこう商業施設とかもめちゃめちゃでかいビルもありますし、もう本当にね、いいとこ取りな、旅行地だなということは感じたんですけども、私は台北しかね、行ってませんけどもね、孫文のね、そう記念館も行きましたし、故宮博物館ということで博物館でね、歴史のこともね、学びましたし、あと、そごうとかね、三越もね、なんか日本のね、デパートもあるから、なんか日本チックな感じもね、味わえますしね。なんせね、中華料理ね、すべて美味しい。もう北京ダックからね、本場のチャーハンとかね、あと小籠包の美味しさにね、非常に感動しましたし、で、物価もですね、日本と変わらないか、日本ちょっと高いぐらいなんですけども、そこまでね、めちゃくちゃね、スイスとかね、北米のような高さはありません。なので、ね、非常にね、そしてあとね、日本から近い。それがね、非常にいいかなと。2、3時間ぐらいで行けますし、そういった面で行ってもですね、近場だし、日本と同じような感覚で、あとアジアンテイストというかね、中国風な感じもこう味わえますから、非常にね、優れた観光地であるなっていうのは非常に感じましたので、ぜひおすすめしたいですね。とにかくね、暑かった。今もね、日本非常に暑いですけども、それに匹敵するぐらい、暑かった。こう、ね、下からこう湧き上がってくるような熱気がね、非常に感じましたけども、その点はね、ね、石垣島と同じ色なので、沖縄感覚ですけども、冬場行くのは非常にいいのかなって非常に思いました、ね。2月ぐらいとかね、こっちは真冬だけど、本州は真冬だけど、台湾は暖かくて過ごしやすいみたいな気温になるんじゃないかなというふうに感じるので、冬場行くのがおすすめかなっていうのを感じはしますし、で、台湾自体がですね、九州と同じぐらいの大きさですので、レンタカーとかね、車借りたりして、台湾一周旅行っていうのもですね、比較的1週間ぐらいあれば、もっとかな？もう5日ぐらいあればできるのかな？なので、非常に優れた観光地ですから、皆さんぜひね、行ったことない人は、ぜひおすすめしたいなと思いますね。ということでね、私ね、海外旅行、これでですね、6カ国目ですかね。スウェーデン、エストニア、フィンランド、キャナダ、韓国、台湾、ね。6つ目なんですけども、正直ね、私、そこまでね、若い頃というか、10代、20代の頃は、海外旅行行ったこともなかったし、海外、別に、行かんでもいいかな、みたいなね、そこまで興味はなかったんですよ。正直、その海外旅行、初めて行ったのがもう30超えてたんですけど、30代そこそこですかね、のところに行ったんですけども、そっからですね、非常にハマったというか、海外ってめっちゃええやんっていう風に感じたんですよ。今までもう日本しか知らなかったし、日本国内の状態しか知らなかったんだけど、いざこう海外行ってみたら、日本と違う部分っていうか、なんか日本って割とちっぽけなんだなっていうのは非常に今感じたわけですよ。で、日本の電化製品とか、日本のその車自動車とか、日本の産業として有名ですけども、意外に海外あんまり見やへんぞみたいなね。これどこでこう、なんか日本はナンバーワンみたいなね、その企業ナンバーワンとかね、工業製品はナンバーワンだからとか言ってるけど、見えない部分かもしれませんけども、そんな風に感じなかったんですよね。なので、なんかこう世界って日本素晴らしいみたいな番組結構多いじゃないですか。でも、いざこう海外行ってみたら、確かに、
ちらほらね、トヨタ車とか走ってるんですけど、意外にそう、日本してないな、みたいなね。もう、それでもう GDP3 位ですからね。もうね、まあ、その、海外行った時に、日本の現状というか、日本って、世界から見てどうなんかなっていうのを改めてこう感じることができるし、ね、海外に行ったからこそ、より日本の素晴らしさっていうのも、感じることができたので、まあ、海外旅行、まあ、行ったことないよっていう人はですね、ぜひね、海外ね、もうどこでもいいと思います。で、一歩外出ればいいと思うだけなんで、別にどこでもいいです。韓国でもね、台湾でも近いから、ぜひね、こう行ってほしいなっていうふうにね、まあ、私は感じます。それは若いうちに、感受性が豊かな時に、海外行った方がね、より人生の幅が広がるんじゃないかな、みたいなね、人生の満足度とか幸福度にもつながるんじゃないかなと思うので、ぜひそのね、海外の扉っていうものをですね、まだ全然6カ国しか行ってない私が言うのもなんですけど、ぜひこう、なんか行ってほしいなっていうのは非常に今感じますね。海外行くたびにそう思いますね。って言ってるながらですね、日本のね、パスポートの保有率ってどれぐらいか、皆さんご存知ですか？ね。ね、日本のね、パスポートはもう世界一すごいみたいなね。もうそれがあればもう、顔パス的なぐらいで信頼されてるから、どこでも入国できますよみたいなね、ことを聞いたことあると思うんですけど、いつく、で、保有率っていう観点から見るとですね、非常に少ないんですよ。うん。もう2019年ね、コロナ前はですね、24% だったんですよ。保有率ですよ。それでも少ないですよね。まあ、で、このコロナ、があってですね、2022年ですね。最新のデータによると、17% ですよ。それぐらいしか保有してないんですよ。だから1000万ちょっとぐらいですか？もう人間しかパスポート自体保有してない。で、日本人全体で2割ぐらい、2割の方が海外に行ったことがないっていうか、もっといるんちゃうかなっていうね、肌感覚的にはそう思うんですけども、非常にパスポートね、日本のパスポートは強いとかね、非常にこう信頼されてるとか言うんだけど、保有自体は 20% を切ってるっていうことなんですよ。で、あんまり、海外行ったことないよっていうのも2割近くいるということで、そこまで海外志向があまり強くないというかね、まあ日本国内だけで、割とまあ潤ってますしね、世界的に見ればね、まあ30年間成長してないかもしれないけど、なのでまあ日本だけ国内だけで完結できるますから、で意外に広いですからね、もう台湾行って思ったんですけど、日本って割と国土広いんだなっていうのは非常にね、まあ感じますよね。まあそれはね、アメリカとか中国をとかロシアとか見てるから広いなって感じるかもしれないけど、他の諸外国からしてみれば日本の国土ってまあまあ広いんですよね。で日本で行ったことがない県とかたくさんあるので、日本をそんな全部回るってことは結構生きてる間にね、まあ、結構難しいところがあると思うんですよ。うん。なのでそういった面もあるから、なかなかその海外っていうのはなかなか目が向かないかもしれないんですけど、自分のその経験とか体験とか、自分の人生の幅を広げる意味で、やはり他の国の文化とか、生活とかですね、まあ、その常識、他の国でのスタンダード常識とかいうのを、やっぱりこう肌で感じた方がね、今の YouTube とか、いろんなもので、なんかね、そのコロナの時に入りましたよね。なんかこのオンライン旅行みたいな。でもそれじゃね、やっぱ意味ないんですよね。自分の足でそこに行って、自分の実際の目で肌で触れる感覚っていうのはやっぱりね、行かないといけないし、なんかオンラインとかすべてね、そういうなんか別に対面式じゃなくてもいいやんとかね、そんな風になりましたけど、やっぱりね、実際に行かないと、やっぱりね、なんか人生の幅広がらないなっていう風に感じるので、ですよね。で、まあ、このコロナ禍でね、まあ、結構その旅行会社とか、航空会社のね、人数も減りましたし、便も減ったと思うんですけど、まあ、高くなってるしね。でも、まあ、コロナも、まあ、落ち着いて、いや、ね、まあ、もうアフターコロナになり、うん、で、やっぱりこの海外に行く機会っていうのがどんどん増えると思うし、それの士気っていうのも下がってくると思うんで、まあ、ぜひね、皆さんにね、もう海外にぜひ行ってほしいですよね。まあ、やっぱこの肌で感じて、日本ってどうなんかなみたいなのを海外から見るのもなんかいいかなっていうね。そういった観点から見ると、日本がよりまた好きになるかもしれないし、なんか日本微妙だなって思うかもしれないけども、まあ、そういったその感情とか感覚っていうのはやはり海外でしか味わえることができないので、まあ、ぜひね、行ってほしいなと思いますね。私もね、まさかね、台湾いきなりね、
まあ、飛び入り参加みたいな感じでね、まあ、弾丸旅行ですけど、まあ、行ったんですけど、まあ、良かったので、またね、どっか行きたいなっていうふうに、ま、感じておるので、またこういったね、まあ、トリップチョボ先生じゃないですけども、まあ、なんか海外旅行とか、なんか国内旅行でもそうですけど、なんかどっか行った、なんかどっか行った時に旅行した時の感覚っていうのをまたみんなとシェアしたいと思いますので、またこのトリップチョボ先生ね、またお話したいと思います。もうとりあえず皆さんね、パスポート取りましょう。だってもう 14% しか取ってないんだから、ほとんどの方がね、聞いてる方のほとんどは持ってないと思うんですよね。なので、まあ、このコロナ禍あったと思うんですけど、パスポートまた取得してね、ぜひね、海外行ってみてください。もうまたね、おもろいですからね。ということで、今日はね、トリップチョボ先生第5回目、韓国旅行の、台湾旅行の、まあ、まとめのと、海外旅行についてお話ししましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら。バイバイ。